こんにちは、皆さん。まあ、今回はまた無課金アカウントの動画です。もう久しぶりですね。じゃあ、今日は何をやるっていうのは、エアショカンですね。この日を待っていました。先月から。なんだっけ？本の作成、出現率アップ。のいいペンド、待ってました。なぜなら、ウルキナ、取りたいんです。このカウントで。まあ、今まで、最強の、状態以上の、守りできるユニットは、ルナリスしかないんですよ。それから、ウルキナが欲しい。まあ、基本的に、ウルキナは、やっぱり、よっぽどマシというか、もっといいユニットということです。だから今日は、やりたいと思います。ウルキナ以外は、炎属性の中に、多分、フローラと、見せるかな。そうだね。じゃあ、ダイヤは、このダイヤは50個しかないから、まあ、10回ぐらいしかできないので、まあ、もちろんですね、このカウントは無課金だから、そんなには回さないんです。じゃあ、ウルキナが出たら、その場で終わりにしたいと思います。じゃあ、やりますか。1回目の。ウルキナ、お願いします。ウルキナ、パンチ！アリス。まあ、意外だけど、無課金アカウントでは結構いいユニットだと思いますよ。ロードか。まあ、いいか。何のタイプでも OK です。ユニットオーバーです。さっき、あれですね、クエストやってました。から、こうユニットが溜まってますね。ありや、今回のコラボイベントで、聖剣伝説のコラボイベントのユニットです。これは。お、ラッキーですね。じゃあ続きますか。2回目。ファリスはいいユニットでした。ウルキナパンチ！オルフェンか。オルフェンか。何のタイプでしょう？ガーディアン。まあ。いいか。ガーディアンでも OK です。まあ、オルフェンもいいユニットだと思います。ちょっと使いづらいんだけどさ。OK。3回目。お願いです。ウルキナ出してください。おお。衝撃レアですよ。ウルキナー！おお。オルガ、パパさんです。タイプなんでしょう。まあ、こいつもまたいいユニットです。ブレイカー。いいね。多分結構いいと思います。まあ3体やっていいユニット出ました。まあみんな炎属性じゃないんだけど、ウルキナパンチ、またチョコキレアです。珍しいです。ウルキナまあこいつはね、どうだ。まあこいつはいいユニットでしたけど、今はちょっと使いにくいんです。使いにくいというか、もうちょっといらないんだよな。じゃあ5回目。
ロキーナお願いします。ロキーナパンチ。ファイルワンか。まあこいつはアリーナのユニットです。ガーディアン、アリーナのユニットとしてはガーディアンはねちょっと厳しい。あー5回やっちゃった。ダイヤ25個しかないんです。どうか次のウルキナー持ってます。このカウントで持ってるよこいつは。あ、2体目のアニマロディンです。どうしようかな。いやー、こいつはダメだよな。あ、7回目お願いします。ウルキナ出してください。さっき出ましたオルウェン。おお、アニマですよ。おお、おお、おお、アニマですよ。まあ、これはオッケーです、オッケーです。アニマだったらオッケーです。あのさ、3回しかできないんですよ。ウルキナ、ガンシ。ミセル、オッケー。ミセルはオッケーです。スロードか。厳しいな。まあいいか。あと2回。ああ、ダメか。まだです。スキーボーがあります。奇跡の、大きな感じ。セルハ、まあ、本能属性じゃないんだけどさ。多いね。本能属性じゃないやつは。アニマいねー。オッケー、ナイス。アニマセルハ。スター出ます。かわいいから。ああ、最後の一発か。感じですが、もうダイヤないんですよ。うん、うっ。エラーです。ほう。今回はウルキナー。ダメでした。タイプなんでしょ、ブレイカー。ああ、ウルキナない。出てない。ああ、まあでも、ユニットはファリス、オルガ、オルフェン、セルハとミセル。5体ですね。5体です。ファルワンはもうちょっとね、ガーディアンだから使えないと思うんですよ。まあいいか。厳しい。じゃあ、ずっとルナリス、この子、使うしかないよね。まあいいか。悲しい。悔しいです。いや、仕方けど、まあ無課金だからしょうがないですね。まあちょっとね、ウルキナが出たら完璧なのにさ。悔しい。まあいいか。まあいいか。これで終わりにしたいと思います。悔しかった。あとね、またダイヤ。これからもまた
まだもらえるけどさ、このなんだっけ、アタルフのクエスト、何個、あと6個ぐらいもらえると思います。で、あとね、毎日これね、あとでいや1個、まあスフィアフロックもまだここにあります。まあ最近はね、そんなにやることないんですよ、カキのコントで。まあフリクシアのここね、エルナダなんとかはまだやってない。なぜなら、あの星はスフィアフロックだから、必要になった時はまあそこでやりたいと思います、そのスフィアフロックをね。だってあのユニットのボックスはね、これそんなにないから、まあいいか。これで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございます。また見てね。バイバイ。